今日は疲れましたね。あんなに笑ったのは久しぶりな気がします。巴様は変わられましたな。え？お気づきになられませんか。彼らと共にいるとき、巴様はよくお笑いになる。甲賀の宗家にいらっしゃるときとはまるで別人のようです。そう、そうかもしれません。私は彼らといるとき幸せを感じるのです。自らの意志で生き、自らの意志で戦い、友と喜びを分かち合う。何もかも宗家の暮らしにはないものですから。何やつ。引け。巴様をお迎えに参った。見くびられたものですが、私が始末いたします。半蔵、待ちなさい。そのほら、私に用向きなのでしょう。申してみなさい。甲賀の義景公がご病気です。日本へお戻りいただきたい。父上が。巴様、歓言やもしれません。ご油断めさるな。歓言ではない。7日後、宗家の屋敷に年寄衆が集います。橘の行く末を決める重大な会合、巴様なしでは立ち行きませぬ。わかりました。ですが、私にはこの国での責務が残っています。残されたオペが終わり次第、日本へ赴きましょう。失礼ながら、そのような時間はございません。すぐに我々と。私は医者です。苦しむ者を捨ておいて、何が立花の娘か。行為。巴様、よろしいのですか。己が定めに背を向けたるは指導不覚。今日は早く寝ます。明日から忙しくなりそうな気がするから。であるので、大腸部の処置だけでは完了しない場合も。橘先生、どうかされましたか。あ、いえ、何でもありません。カンファレンスを続けますが、大丈夫ですか。すみません。術式を始めましょう。内容はポリープの切除ですね。うん。小腸を中心に大腸まで発生したポリープを摘出してください。大腸の内径は広いでしょうが、腸管ですから前導運動があるはずです。内視鏡を押し出そうとするので、多少進みにくいかもしれません。ポリープがありますね。スネアを用意して位置を合わせましょう。スネアがポリープを切除しましたね。出血する恐れがありますので注意。他のポリープを処置しましょう。これは海洋か。薬剤を注入しましょう。内壁に当たっているぞ。移動は慎重にお願いします。
症による出血を確認、止血処置を行います。次の場所へ移動しましょう。これは前導運動か。消化管の動きが活発化している。問題ありません。このまま前進を続けます。電動運動を突破、先へ進みましょう。患部が見えますね。処置を開始しましょう。処置を中断して誰かに引き継がれた。あ、いいえ、すみません。私としたことが。次は小腸の処置ですね。気を引き締めてまいります。これは開毛弁ですね。弁が開いた時に進まなくては。無事に開毛弁を抜けましたね。進路が狭くなりましたね。内壁に注意して進めましょう。大腸部より腸壁が薄いです。ぶつかると患者の負担が大きそうです。接触に十分注意して内視鏡を進めていきましょう。内壁に埋まっていますね。薬剤を注入して隆起させ、それからスネアで切除します。患部が持ち上がったな。スネアの処置に移ろう。出血性の患部がありますね。止血処置を頼みます。残っていないようです。次の箇所へ移りましょう。
なり押し出さなければ進めませんね。橘先生、注意してください。全動運動を突破、先へ進みましょう。すさまじい数だ。橘先生、大丈夫ですか？問題ありません。省庁は大きく蛇行しています。内壁に注意して処置を進めましょう。しましょう。長官の全動運動を突破、先へ進みましょう。処置を開始します。切除痕から出血しています、ね、止血管子を使いましょう。あ、このポリープは悪化して腫瘍になってしまっていますね。発見できてよかった。切除を開始します。腫瘍へのアプローチ方法はポリープとほぼ同じです。薬剤を注射して患部を隆起させ切除して回収しましょう。切除はマーカーに沿って行います。メスの準備をお願いします。だいぶ剥離されました。残りの部分をスナーで切除します。出血が発生しましたね。止血処置を施しましょう。ガイドに沿ってメスを入れ段階的に腫瘍を切除していきましょう。残りの部分をスナーで切除します。患部が持ち上がったな。スネアの処置に移ろう。
れで完了です。想定外の事態もありましたが。そうですね、無事に処置できて何よりでした。ああ、立花先生、本当に大丈夫ですか？ええ、大丈夫、大丈夫です。勝利できましたね。すみません、私にもっと強い力さえあれば。いえ、気を落とすことはありませんよ。患者の命は救えたのですから。さて、やるべきことは全て終えましたね。半蔵、医局長には？行き先は伝えず、休暇を取ることだけをお伝えしました。もっとも簡単にここへ戻れるとは思えませんが。わかりました。ご苦労。あ、トモエ。あ、医局長。どうしたのよ。突然休暇なんて珍しいじゃない。あ、少し実家の方へ。あら、そうなの？じゃあ帰ってきたらみんなでディナーに行きましょう。美味しいパスタの店見つけたのよ。もう最高。あ、ええ。あら、パスタ嫌い？あ、いえ、ぜひ。そうこなくちゃ。じゃあ気をつけてね。バッハハーイ。トモエ様、本当に。半蔵、それ以上は無用です。私はこの国へ来て自由を得たつもりでいました。でも本当は違う。私の得た自由など全て幻。私の屋敷も着物も、そしてあなたが私に仕えてくれることさえ、橘の名があってこそのもの。私は立花の家に生かされているただの愚物です。トモエ様、参りましょう。半蔵、ヘリの用意を。御心のままに。お嬢様、座敷のお支度が整いました。すぐに参ります。聞いたか、お嬢様がお戻りになったそうだ。当たり前だろ。そもそも家を出たことが間違いなのだ。大事な恩義なのだ。遊び回るのも大概にしてもらわねば。巴お嬢様、お入りです。お久しゅうございます、お父様。久しいな。座れ。お元気そうで何よりです。ご病気と伺いましたが。年寄り衆の早合点だ。少し肺を病んだのみよ。ええ、
安心いたしました。だがわしが老いたことも事実。年寄り衆からもいくつか声が上がっておる。家を継ぐ人間が必要だ。お言葉の意味を察しかねます。簡単なことだ。お前に婿を迎える。不服か？まさかお嬢様は断るおつもりか？前代未聞だぞ。困ったものだ。立花の家を何だと思っていらっしゃるのか？ええ、あの様子では先が思いやられるわ。桑原、桑原。慎んで。おっと、そこまでよ。なんだ。くせ者だ。くせ者がおるぞ。医局長、カニンガム先生。はい、トモエ、助けに来たわよ。たく、おバカの学会に付き合わされて遥か島国まで来てみりゃこのざまだ。勘弁しろってんだよ。なんだこいつらは。下人どもは何をやっている？このような輩がお嬢様の知り合いとは。無礼者め、引き捕らえろ。吠えるな、たわけども。客人、米国より参ったと見えるな。トモエを連れ戻しに来たか？当たり前でしょ。トモエはうちの医者よ。大事な仲間なの。トモエの心を踏みにじるようなやつにトモエは渡さないわ。ふん、話が途中だったな。トモエ、お前の返事を聞こう。私の返事？お父様、私は。いかん。お親方様。医者だ、医者を呼べ。バカ者、早くしろ。静まれ。戦場にうろたえるは指導不覚悟。後藤は医者に連絡、池田は渡航用意しろ。誰か水を汲んでこい。はい。水だ、水を。お嬢様へ急げ。お父様。緊張性危機を起こしてる。心停止するぞ。考えした、本当に人間？筋肉が硬くて針が通らないわ。静止脱気だ。どいてくれ、私やる。よし、どうにか通ってる。脱気はなんとかなったな。だがどうする、メスが刺さらねえんじゃオペなんてできねえぞ。半蔵、術後、オペの用意。ちょっとあんた何をするつもり？気胸の原因がブラの破裂なら、そこを塞げば処置は可能なはず。粘性を上げたフィブリンのりで肺の穴を塞ぎます。やってみる価値はありそうだな。行くぞ。はい。いいか、患者は右肺から胸腔内に空気が漏れ出してる。事前情報は何もねえ。手探りで見つけ出して叩くしかねえぞ。わかりました、術式開始します。一刻を争う事態だ。急いで破裂箇所を探し出せ。承知しています。立花流内視鏡術、参ります。これは肺の炎症症状から出血している。放置するわけにはいかない。止血鉗子を用意する。すべて止血処置を施すんだ。出血箇所の処置は完了だ。内視鏡を奥へ進めよう。
に何かあるのか。この辺の処置は完了だ。さっさと次へ行くぞ。おい、幹部があるぞ。処置を開始しろ。周囲の幹部を処置しました。次の箇所へ移動します。いいぞ、処置完了だ。次の箇所へ移れ。陥没だらけじゃないか。すぐに処置を開始しろ。消失を確認。次のステップへ移行します。かなり出血しているな。直しながら進むしかないぞ。違うと思ったら内視鏡を戻せ。ちまちまやらずに引き戻すんだぞ。見つけたぞ。ひどい出血だ。このまま処置できるか。出血が収まらない。何か他に原因があるかもしれません。やっぱりビブリンよりが流れちまってる。出血が邪魔だ。よし、いいぞ。ビブリンの粘膜が形成されてる。ダメだ、これじゃキリがねえ。どこに出血の原因があるかさ。先にそっちを見つけ出せ。何か嫌がるぞ。
処置を開始します。先生、サポート。ああ、よく聞け。血栓の処置は腫瘍とほぼ同じだ。まずは患部に薬剤を注入して切除できるように隆起させろ。薬液の量に注意しろ。部活に触れれば破裂。もう少し注入が必要ですね。破裂しないように慎重に処置しなければ。戻るぞ。注意しなければ。ブラの破裂箇所を発見。フィブリンノリの散布を開始します。よし、いいぞ。フィブリンノリで膜が形成されてる。形成を確認。このまま粘性膜の固定化を確認した。もう大丈夫だ。よくやったぜ。術式完了です。救えた、お父様。こっちの心臓に悪いぜ。いや、無事で何よりだ。いや、ビビったぜ。あんまり焦って催してきたよ、俺は。まあ、ご冗談ばかり。川屋は部屋を出て右にあります。お、近くて助かったぜ。じゃ、ちょっくら失礼と。お目覚めですな、親方様。あれはどうした？飛行機をお貸しいたしました。おそらくはアメリカへ戻られる機上でしょう。あの場を見事に仕切られては、年寄り衆も意見はできますまい。そうか。お、忘れておりました。親方様宛てに言づてがございます。いまだ我が身の未熟にて
指導極めんと欲すれば武者修行に出たく候と。じゃじゃ馬め、戻る気はないと申すわ。安蔵、宇野は目付けじゃ。巴についておれ。と申されますと？立花は武家、武者修行と言われて連れ戻す道理があるか。賜りました。では。うわあ、何よこの飛行機。どこに座ってもいいの？ええ、立花の持ち物ですから。いちいち騒ぐなよ。それより腹が減ったな。機内食は出るのか？ええ、ご心配なく。お好きなだけ召し上がってください。ねえ、よかったの？執事のおじいさん置いてきちゃったけど。半蔵はこれまでずっと私に仕えてくれました。これ以上私のわがままに付き合わせるわけにはまいりませんから。ああ、心配ねえだろう。今度はもっと若くて美形の執事を雇えばいいんだ。無用なご心配、痛み入りますな、カニンガム殿。じいさん、いつからいたんだよ。驚かせんな。ちょっと、何やってんのよ、あんた。ひっとないでしょ。ああ、俺のせいじゃねえだろう。じいさんがいきなり出てくるから悪いんだ。隠しのせいになさるのは心外ですな、カニンガム殿。潔く腹を召されませ。ふざけんな。行ってきます。侍じゃねえんだ、お父様。そんなことで腹。そんなことがあったのか。ええ、おかげさまで私も戻ってくることができました。おかげさまっていうか、迷惑かけただけじゃねえのそれ。とんでもありません。私いつも皆さんに助けていただくばかりで。でも思うんです、いつか私自身の力で皆さんのお役に立ちたいって。はぁ、そんなもんか。しかしさ、夕食の買い出しってどんだけ食うつもりだよ。ん？何かおっしゃいましたか？いや、いいや、なんでもね。あれ、ゲイブとハンクじゃねえか？よう、珍しいな。何やってんだ？私は大丈夫だ。それよりみんなは？ハンク！ご無事ですか、ハンク先生。カニンガム先生は？わからん。だが彼は私の前方にいた。おそらくは。誰か、誰か。お母さん、お母さん、助けてくれ。どかしてくれ。落ちちまった。足が、マジックよ。ハンク先生、手を貸してください。おい、トモエ、どこ行こうってんだ。下の階に降りてカニンガム先生を探します。ミス・マリアはこのフロアを。
思った通りだ。瓦礫で埋まっている。橘先生、どうするつもりですか。瓦礫の中に内視鏡を差し込んで要救助者を探します。ハンク先生は私のサポートと、その他の方の救助。わかりました。だが十分に注意して捜索してください。瓦礫の中を進んで要救助者を探します。今処置できなくても座標が分かれば救助は容易になるはず。内視鏡は医療器具、本来こんな使い方はできるはずもない。硬い障害物や壁面に当たれば内視鏡自体がダメージを受けてしまう。内視鏡が動かなくなれば捜索は中断せざるを得ない。十分に注意して奥へ進まなくては。救助者を発見。この座標を記録しておけば救助が楽に行えるはず。橘先生、ハンク先生、周辺の要救助者は1階へ搬送しました。残りは瓦礫の中の人々だけです。わかりました。救助が来るまで頑張りましょう。一度入り口へ戻ります。内視鏡をチェックして再捜索。内視鏡のチェックを完了。要救助者の捜索を再開します。失っている。橘先生、ここは危険です。そんな、今ここにバスが落ちれば瓦礫の中の方々が。橘先生、急ぎましょう。はい。しまったようだ。記憶と多少の齟齬が出ますが、やるしかありません。できることをするんです。次の要救助者を捜索します。橘先生、入り口へ戻りましょう。体制を整えて捜索の再開を。よし、盤石です。次の要救助者の捜索を。また収まったようですね。ですが中も再び崩れたようです。猶予はありませんね。急ぎましょう。Bye.
標を記録してください。わかりました。内視鏡を入り口へ戻します。状態をチェックしてから再開しましょう。まだまだ、全員見つけ出してみせます。
戻りました。捜索を再開しましょう。全ての要救助者の位置を特定することができました。早く、早く救助隊を、彼らを助けなくては。落ち着いてください、橘先生。私たちにできるのは信じて待つことです。いた、カニンガム先生、聞こえますか？どうだ、無事か？動いた、生きてる。よし、瓦礫をどかして救出作業。危ない、みんな離れるんだ。バスが落ちる。橘先生、安全な場所に。そんな、無理です。このままではあなたまで巻き添えになる。上の階へ、早く。まただ、また私助けられる。私、何のために。私にできること、私にできることを。カニンガム先生、要救助者の皆さん、聞こえますか？大丈夫、すぐに救助が来ます。安心してください。橘先生、何を。我が身を顧みて友の身を案じぬは指導不覚悟。要救助者の方々は今もこの瓦礫の下で救助を待っているんです。私は逃げません。こっちへ走れ、バスが落ちるぞ。早く逃げろ。来るぞ。させるか。止まった。おい、ハンカー、止まれ！ミス・マリア、皆さん。第一班は辺りの要救助者を捜索してトリアージを急ぐの。落下物に気をつけてください。まだ崩落する可能性ありますから。係の班と協力してバスの巻き上げを最優先でお願いします。よう。カニンガム先生。なんだ、真っ黒な顔しやがって。いい女が台無しだぜ。ごめんなさい、私やはり一人では何も。聞こえたぜ。え？お前の声だよ。俺たちに向かって必死に叫んでる声だ。おかげで助かった、ありがとな。おい、泣くな、めんどくせえ。俺は生きてるぞ。はーい、ゲイブ、トモエ。はぁ、何トモエ泣かしてんだよ、てめえ。バカ野郎、俺はだな。うっせえな、言い訳してんじゃねえよ。なんだこの野郎。だいたいバスに巻き込まれるな。誰が好きでこんなことに巻き込まれるか。ドクター、トレス、落ち着いてください。あんた、静かにしなさい。他の患者さんたちだっているんだから。こっちは2階から落ちて死にそうになったんだぞ。